はい、どうもさん、こんにちは。続きましてね、動画撮っていきます。裏ボケバー第7回開催初日メインレース、第29回テレタマ杯オーバルスプリントジャパン3、距離 1400m 出走フルゲット12頭ご紹介してまいります。1番スワデラ、今回本田正成騎手乗らないんですね。的場文雄騎手で52頭。これちょっと気になりますね、本田正成騎手。ああ、もうずっと乗ってなかったんだ。ああ、そう、それでもいいか、武蔵野本だけ1回乗ったんだ。ただ、アフターファイブ賞トライアルと、まあ、重田健一騎手か。2番、ノブアイルと、坂井誠二54と。3番、ドライブナイト、JRA から藤岡祐介54。4番、メジャースリーと、高橋哲也54。5番、JRA、ウィンムート、内田博之54。6番、アンサンブルライフ、重田健一54。7番、笠松からコスモワイフと、なぜか坂上忠政54キロと。確か1回ありましたね。なんだっけな、スリルとサスペンスだっけ。川崎で行われた重賞が、遠征馬がね、笠松から来たんで乗ったっていう、確かどっかになかったね。あ、これだ。カントークス、スリルとサスペンス。これ驚きましたかね。笠松から騎手を呼ぶんじゃなくて乗せましたからね。どうせなら木の前に乗せんならこっちも乗せりゃよかったのにと思うんですけどね。そして8番、当選春風、真島大輔54。9番、ネロ。戸崎慶太騎手55。10番、里野大河、笹川翼騎手54。11番、ブラントハンター、竹川樹騎手54。最後、12番、王権ミリーブ、北村雄一騎手で53となっております。負担重量が、まあ、今回はあれですね。一応、南関東勢が、オツオ54、牝馬52で入って、まあ、立ち雲。で、JRA がね、55、あと、オーケンビデブがね、前走、盛岡上がってきてるんで、牝馬で53と。まあ、負担重量は、一応ね、1キロの差になってるんで、オスオス、ヒンヒンで。まあ、ちょっとね、面白くなるかなと思います。では、まず行きましょうかね。スワデラ。去年のね、東京杯の勝ち馬だっけ？違ったっけ？東京杯いいんだっけ？あ、違う。習志野ゲートスプリントか。あれ勝ったのは別の馬か。そうですね。多分違いますね。失礼しました。アフターブレザー賞5、東京杯8と。あ、あれ、北三三日月か。東京杯勝ったのは。違ったっけ？あ、北三三日月ですね。なんか、重田健一のイメージが強かったんだけど、前走のつかまりました。すいませんね。前走アフターファイブスター賞が、ガスケツと。で、アフターファイブスター賞ドライアルもガスケツと。何歳？ 5 歳牝馬、反抗期か。まあでも、ロジータ記念6着と。ロジータ記念6着か。カッシュタイムが2分21秒5。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 ロジータ記念と。ああ、銀ちゃんより遅いんだ。あ、そう。まあそういう見方が一番勝手なんですけど。へえ、スワデラってロジータ記念ですもん。銀ちゃんより勝ちタイム遅いんだ。ゴールタイムか。じゃあ除外しましょうかね。そしてに、なんか出走表間違えてますんで戻し、あ、いいのか、このまま11で飛べばいいのか。次ノブワイルド、まあ一応銀ちゃん任したクソバと。ただね、この子 JRA 交流は弱いんですよね。先玉杯7、プラチナカップの重賞は4と。だ、重賞としては弱いけど、一般競争のね、 A 逃げのハンデ戦の雑魚相手だったら、まあ勝ち切れるというところで、まあ、すごいですね。JRA 交流で2秒8、ぶっちぎり。プラス前走、ぶっちぎりと。負担重量がでも、プラス9にして一気に、まあ、一気でもないけど、マイナス7と。まあ、9月の5日に走ってるんで、まあ、中2周ってところで見ると、まあ、ギリギリだと思うんですけど、ちょっとこの子負けるざま見たいんで、本命はこの子にします。これは確定にします。本命2番と。そして3番、ドライブナイト。あんまりこの馬知らねえな。カジノドライブ、カウントオンミー、母の父、バブルガムフェロー。前走、プロキャンステークスが5番手が伸びきれず13。スバルステークスが逃げ切り勝ちと。で、クリスチャン・デブロキシでも、なんか逃げ切り勝ちと。まあ、藤岡祐介で、3勝、3着1回、4着1回。これまあいいっすね。まあ、初勝利は北村一騎手。まあ、ダート1004、1002で、まあ、ちょっと気になるのが、賞金的に見ても今更重賞出てこれるってわけでもないと思うんでね。もうちょっと早くに黒船賞あたりだったら出てこれたと思うんですけどね。今年の1月に2200もらってんなら。なんで黒船賞とか来ないで今このレース来たんですかね。うん、まあ、ちょっと気になりますけど。4番メジャースリート。さあ、次行きましょうかね。5番ウィンムート JRA 内田博之と。老人民名のコスモバレンジハルチマイネルラブ。前走プロキョンセックス3着と、天保山と立東セックスなのかな、2番手で松山公平で、まあそれも勝ちと。坂野サマーチャンポン去年が、誰？ D ホワイトじゃねえよな。あ、ダグラスホワイトだったのか。
へえ、サマーチャンピオン乗ってんだ。すごいね。まあ一応、逃げて3着と。これおそらく副賞も元返しだろうな。あ、120円つくんだ。へえ、外人が地方乗って120円って珍しいですね。まあタッチスプリントが地方最着順で6。まあグレイスフルリープ、レーザーバレットと。まあ、レーザーバレットも年だったからね。まあ、成績だけ見ると、この馬すごいですね。エニフステークスも阪神、逃げ切り勝ちと。まあ、ただすごいのが、芝ダート共に走るってところを見て、まあ、ちょっと芝ダメだったから一回ダート送ってみて、まあ、勝ったんでそのままってところか。まあ、ちょっと気になりますね。一応5番か。5番が、一応まあ、逃げで打っときましょうかね。6番、アンサンブルライフ。まあ、松丸由紀じゃなくてね。まあ、茂田健一ってところが微妙ですけど。アジディケーティングの、ゲイリーエンジェルの母の違いはと。前走プラチナカップ S3、9着。でも、先玉杯は3着と。これで、まあ、スワデラ行かれたらな、一番かわいそうだな、この馬が。まあ、一応、負担重量はね、56キロから、あ、まあ、一応、減って54なんでね。そこだけはまだ攻めてもの救いかなと思うんですけど、まあちょっと今回アンサンブルライフにもね、ただちょっと気になるのが、まあ、茂田健一ってところで微妙なんですよね。これが松丸由紀だったらバリバリ推奨できたんですけど、まあ先行するか差しつか、まあ微妙なところですね。一応先行差しで打っとくか。そして7番の、コスモマイギフト。まあこれは 100% 除外しましょうかね。アンミラーレマイアドレスのスピニングワールド。前走金沢白山大商店トライアル。中一周。盛岡クラスターカップ高松寮。あんた賞金いくら？まあ、JRA から転入組かどうせ。ああ、まあそう、結構賞金はもらってる方か。ああ、なかなかいい成績っすね、JRA 時代は。柴田大二で2着取って、まあ初勝利もちゃんと取って。まあそっから掲示板がちょこちょこあったぐらいか。まあただそれから2014年の4月以降は、まあ、ちょっときつくなって金沢転入か。舘ひろひさ、吉原ひろと平瀬国久ぐらいか。で、一回竹川寿客氏も乗ってんだ。へぇ、2016年。2年前か。で、金沢から、笠松に移籍か。俺逆に気になるけどさ、坂上忠正、金沢、あ、金沢じゃねえ、笠松時代どこにいたの？逆にそっちが気になるんだけど、笠松のデータ出ねえんだよな、これも。まあ、どこにいたかはまあいいとしても、ちょっとね、今年今のところ未勝利なんでね。まあ、すごいことっすけど、未勝利っていうのが。まあ、あれだっけね、今年の川崎競馬のオークション、まあ、のイベントで、なんか昔の騎手服出るらしいっすね。なんか本人がツイッターで言ってましたけど。まあこれは除外でしょうね。8番当選春風真島大輔騎手でキングカメハメハの当選ハピネスサンデータイムズと。前走川崎長月オープン伸びきれずか。ちょっと微妙だな。ただマイルグランプレススパキンサマーカップ サンタネトロイドね。まあ S2、S3、まあ223。この辺は上出来っすね、全然。まあブリリアントカップも4着。ただダイオライト記念とかの長距離になると、まあクラシックになるとちょっときついのか。うん、だから確かに距離持って、うん、1800ギリギリか、1600か、やっぱり。まあ、その中で今回1004ってきたのはね、まあ、すごいことだと思うんですけど、まあ、ただ、うん、5月から9月、まあ、ちょっと休んでなんでね、プラス13キロ。ちょっとそのプラス13で、まあ、57なんでね。まあ、ただ今回54か。地方の男の子は全員54だよね。そうですね、54なんで、まあ、一般競争より2、3キロ軽いことになってるんで、そこを加味すれば、まあ悪くはないと思うんですけど、いかんせん落としなんでね、8歳は。まあ、間違いない、国母厩舎がこのレース4頭出しなんだ、あれ4頭出しだよね、確か。俺の記憶で4頭出しなんだけど、1、2、3、そうです、4頭出しなんでね、まあどれか1頭ぐらいは掲示板来ると思うんで、まあ当選春風はちょっと保留にしましょうかね。そして9番。JRA からネロと。まあ、間違いなくこの競争一番人気はネロか、ノブワイルとか、だと思うんですけど。まあ、前走産経賞セントロステークス。あ、これあれか、スプリンターズステークスのトライアルか。9月9日マジか。中2周できたか。中央の馬も中2周で来るんだ。
じゃあ東京杯にすりゃいいのに、ダート戦使うなら。それじゃ間に合わねえのかな。確か来週だっけ、あ、違う、再来週か。東京杯は確か来週日テレ杯のはずなんで、そうっすね、来週10月は日テレ杯っすね。で再来週が東京杯とレディースプレリュードなんで、俺は東京杯でもよかったと思うけどね。まあ去年の JBC スプリント、中野翔吾で4着と、京阪杯吉原宏で逃げ切り勝ちで、オーシャンステークスだからこれは高野戦券取られるか、フィリップミナリクで逃げて4着、ただ3番手が伸び切れず11着と。で東京スプリント3着、先玉杯8着、クラスターカップ2着。まあ戸崎啓太騎手確か今2連勝ぐらいはしてるんだっけ。去年勝ったサイトスリーレッドとおとるとし勝ったのが、なんだっけな、名前忘れたんだけど、さっきあの岩手スネ騎手でどっか走ってたんだけど、なんだっけな、名前忘れた。確かどっかにいなかったっけ。ウィンムートンでなんかいなかったっけな。コーチ、あ、サマーチャンピオンでいいや。そう、そうだ、レーザーバレットだ。確かおととし勝ったのがレーザーバレットなんですよ。2016年。違うっけ。あ、違う、あー、そうだそうだ。合ってるわ。2016年勝ったのが、トセッケ騎手で、レーザーバレットと。8歳はすごいですからね、この時勝ったのが。で、去年勝ったのが、確かサイタスリーレッド。どっかにいねえかな、いねえか。確かそのはずなんですよ。では、たぶん、トセッケ騎手に今2連勝か3連勝くらいしてるんですよ。だからおそらくこれ9番がね、人気にはなると思うんですよ。まあ、馬自身もね、東京杯3着にしろ、まあ結構好成績なんでね、東京スプリント3着、先玉杯8着はいいとして、まあクラスターカップ2着と。で、まあその他ね、セントルステークスだったり、アイビスサマーダッシュだったり、まあ短距離に関しては本当に悪くない成績なんでね、どう考えたって。まあ、勝浦正樹で勝てるってのはなかなかの馬ですからね。だそう考えると、悪くはない一頭なんですよね、短距離ってことに関しては。まあおそらく、下手すりゃこのレース、勝てたらまあ東京杯経由せずに JBC っていう道もあると思うんですけど、このレース負けた場合には間違いなく東京杯経由するのかな。まあこの後残ってる短距離戦が、スプリンターズステークスは間違いなく間に合わないんで、そうなると距離伸ばして、まあこの子1600自体の成績がないんでね。1600走ってないんで、そうなると、香港に行くか、あと、阪神カップが12月かなんかになかったっけ？阪神カップだっけ？なんか G3 だか G3、あ、G2 だか G3 で。確か1200か1400戦の、確か重賞が1本入ってるはずなんで、阪神カップだけなんかちょっと名前忘れちゃったの申し訳ないですけど。だそれがあるはずなんで、そこに行くのかだと、まあおそらく東京杯使って、まあ JBC 行ってから休みっていうのもいいと思うんですよね。11月が多分短距離バー走れないんで、まあその後12月香港しかないんで、ただこの子香港の実績ないんですよね。まあ確かにこの賞金で香港行くことは無理だと思うんですけど。だからまあそこを換算すればまあネロで悪くないと思うんですけどね。まあただ1400、この子1400の実績は、微妙だな、やっぱり。今年はまだでも勝ってないんでね。2着、3着、4着と。まあそもそも今年地方そんなにこれしかないんでね。まああれなんですけど、まあ1400の重賞がね、そうそうないんで、こっちも。まあ本当にこのレースとぐらいしかねえのか、1400だと。多分1400を持ってる競馬場が多いってあんのかな、俺ちょっとわかんないですけど。多分重賞となると1400はないんだよな、南関東めったに。ないかな。どこだっけな。多分1400は、ないっすね。JRA 交流になっちゃうと。JRA 交流の1400メートル線で見ると、名古屋の柿つばた記念が4月、で、先玉杯が5月、プロキオンステークスが中京、サマーチャンピオンシップ佐賀、テレ玉杯オーバルスプリント、で、ぐらいしかないっすね。あとあれか、高知の黒船賞が3月頃か。だから1400の列がないんで、まあ経験的に見ても、まあ距離伸びたらいい方だと思うんですけど、まあやっぱりこの馬東京杯行ってた方がいいと思うんですけどね。東京杯だったらね、あれジャパン2になるんで、負担重量もそんなに、今回みたいに55でなくていいと思うんですけど、まあただ今回55なんでね、57とか56に比べたら、それでも軽いんで、悪くはないと思うんですけど、まあ逃げても先行してもギリギリいけるとは思うんですけどね。まあ間違いなく、まあ、人気はネロで決まりか。
まあおそらく副賞 1.5 倍付きはいい方だけど無理だろうなそこまで。10番里の大河、まあ金亀3区、こっちも3点じゃないですか。前走アフターファイブスター賞が、なんとか10番手から差して6着。まあこの馬完全に差し馬か。今年は船橋記念唯一2着か。まあ中野翔吾。主な勝ちレースとしては、これ特別競争でもねえじゃん。4年前に川崎マイラーズとアフターファイブスター賞取ってんのか。まあそんだけか。たかが S3 二つか。微妙だな。中央時代は、そうでもねえ馬か。今芝の中距離行ってたのがすごいね、なかなか。千葉、中山の2200逃げ勝ちっていうのはすごいね。これはど根性だけはある馬か。いっそこのレース先行してみても悪くはないと思うんですけどね。まあ一応、国母厩舎移籍してきてから、まあ JBC スプリントもね、盛岡2着取ってて、カペラステークスも遠征して2着取ってるんでね。先行できたら話は変わると思うんですけど、ただ金層に関しては明らかに先行しないんでね。まあ完全に後ろからの競馬が続いてるんで、安城がなぁ、笹川翼騎手なんでね。まあ先行できたら面白いかもしんないですね。まあ一応先行差しにしときましょうかね。まあおそらく差すとは思うんですけど。そしてブラントハンター、竹谷塾役所、浦和の馬と。黒船のサンデーサイレンス。JRA から転入して、八木正さんの方に一回入ってたんだ。んで、8ヶ月後に浦和に転入と。お兄さんのところにいたんだ。クリスチャン・デムル騎手で4番手から、2番手から伸びきりがしと。へぇー、意外とお兄さんもいいもん持ってんだ。全然知らねえ。前年地方走って一生。どこ走ったのこれ。その他ってどこだよ。逆に気になるな。まあちょっと気になるっちゃ気になるけどな。金層に関してはまあ後ろからか、こっちも。まあこれは除外でいいでしょうね。そして12番、オーケンビリーブ、前走、盛岡の重賞勝ち馬と。これも黒船サイレンスですか。まあ確かにサンデーサイレンス多いからね。しょうがないかもしれないけど。まあ一応クラスターカップ勝って、スパーキング D カップも2着と。まあ北村雄一郎、北村一騎手来たのはちょっと驚きですけど。まあ北村雄一郎、ちょっとそんなに南関東来るイメージないんだよな、俺個人的に。あ、そうっすね。そんなにやっぱり南関東は来てないっすね。あ、明らかに立東の騎手なんでやっぱりあっちの方が多いっすね。あ、でも大いに来たのが2011年の JBC レディクラシックで、ブラボーデイジーか。あとその日に、プラス2クラもらったんだ。へぇー。まあ笠松とか園田とか、あっちの方でもね、JRA 交流のこういう競争あるんで、まあしかも、本当に地方乗らないんだね。行かないんだね。そう考えると、だからまあ、前走これ勝ったのはすごいと思いますけど。まあでも確かにクラスターカップって盛岡なんでそんなにいい馬いないと思うんですよね。ああ、でもネロに勝ったんだ。ラブバレット3着。これすごいっすね。ただ、コパナマイケル競争中止か。笠松、兵庫から遠征したのが山本雅俊、サンライズマーチ。で、勝ち算だ笠松に横山武史。なんで乗ったんでしょうね。あと、まあ、北海道から名将アンヤン、岩橋裕二、プラス11キロ。JRA ブライトライン、石橋州で12。ブライトライン。まあ、オーケンビリーム、ネロに首差。まあ、なんとか、まあ、多分2人で制してたんでしょうね。後ろの馬、ラブバレットが6馬身なんでね。まあ、ただ、ディオスコリダーがね、津村明秀、まあ、これは騎手の責任だとして、まあ、オーケンビリーム、ネロ、ノブワイルドで、多分、人気は上位確定でしょうね。まあ、多分、ノブワイルドが、強いて6倍ぐらいいったらいい方か。まあ、ネロで 2. 何歩、オーケンビリーム で 3. 何歩、まあ、高くても。だと思うんで、まあ間違いないここはね、92で決まりでしょうね。ってわけなんで、本命2番のノブワイルド、2番手評価対抗に、9番ネロでいきたいと思います。まあ、3番手評価、12番のオーケンビリーブ。ってただ問題なのはもう1頭いないんですよね。まあ一応3番手評価、失礼、4番手評価、まあ5番のウィンムーと入れておきましょうかね。まあ今回は完全に逃げ馬で決着そうですね。ってわけなんで、まあ3連単の買い目いきましょうかね。
まあ、今回は頭数少なめに行きます。頭は2頭で行きます。9番のネロから、11番のね、あ、違う、9番のネロと、11番のオーケービリーブから、5番ウィンムート9、11流して、3着がね、一応まあ、2、5、6、で、まあ一応地方馬入れてね、8、9、10、まあこの6点流しで、まあこれだと買い目もね、安いんですよね。3着が6頭しかいないんで、まあ4点。まあ1600円ぐらいか。待って、4点でしょ。9号流して、1、2、3、4点、4点、8点、16点。まあ16点なんで、まあ多分16点だったらギリギリプラスにはなるかと思いますけど、まあ間違ってもノブワイルドが勝った時にはうまくたばれっていうとは思いますんで、ご了承ください。というわけでね、まあこれで予想終わりにしたいと思います。まあ一応ね、紙だけ出しておきましょうかね、最後。まあ一応ね、こんな感じと。あ、番号間違えた。危ね、今本当に番号間違えてた。11と12間違えて書いてた。あれ？ちょっと待って。あ、本、あ、違う、買い目変わるわ。すいません、ちょっと買い目変わります。これ書き直そう。9、12から、5、9、12と、2、5、6、8、9、12だから、10、12か。7頭だから5点、20点か。まあ、20点だったらギリギリっすかね、ギリ。多分赤字にはなると思いますけど。一応ね、推奨馬がこちらの、本命2番と、対抗9番に、3番手12番と4番手5番。で、3連単の買い目が、頭2頭9番12番から2着に5、9、12。で、3着に2、5、6、8、9、10、12にしたいと思います。ってところで終わりにしておきたいと思います。まあ、一応今7時48分。やべ、遊戯王始まった。しまった、遊戯王見損ねてる。まあ、一旦ね、終わりにしたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。